皆様どうもこんにちは。本日は、このコンサートに出してくださいましてありがとうございます。昨日はすごい雨で、今日はどういう天気になるのかなと思っていたんですが、昨日も話してたんですが、実は私はコンサートをするといつも晴れるといういわゆる晴れ男というやつですか、それがありまして、今日晴れるんじゃないかななんて話をしてたら本当に晴れました。本当に良かったと思いました。今回はあの歌のコンサート、ストイコフさんのコンサートなんですが、私もピアニストとして、数曲ピアノのソロを、コンサートの中で弾かせていただきます。ストイコフさんとこれから共演させていただく冬の旅というシューベルトの曲集は、絶望の中でこう旅を続けていく、男の歌なんですが、その前に少し皆さんにほっとしていただこうと思いまして、シューマンのトロイメラ夢という曲を演奏させていただきました。ではこれからストイコフさんと一緒に、舞台を、作っていきたいと思います。どうぞ、気持ちをリラックスして、楽しんでいただければいいなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
Thank you.
Oh.
さっきから私ばっかり喋ってますが、別にストイコフさんはおしゃべりが嫌いなわけではなくて、何カ国語も喋れるんですね。日本語もとても上手なんで、またちょっと経ってからストイコフさんにもちょっとお話をしていただきたいと思うんですが、前半シューベルトの冬の旅の、を歌っていただいたんですが、ピアノのバージョンでも結構編曲、歌曲が編曲されているものが出ておりまして、今回はシューベルトの冬の旅の後ということなので、その中シューベルトの歌曲の中でもとても有名な、アヴェマリアあるんですが、それをリストが編曲したものを演奏させていただきます。どうぞお聴きください。